背後を狙ったボール、三國の対応です。村田に渡った。今日得点しています。村田から右サイドを選択、山内止まらない、特急です。山内交代した後決めました。山内今シーズン初得点ということになります。ハイボール胸で落とした後村田が運んで右を選択、うまくスペースを取っていた山内が落ち着いて決め切りました。山内交代した後の得点でした。